プリントってこれ？そうです、お願いします。網口くんは不良っぽいところがあるけど、運動も勉強も得意で女子にも人気がある。その上彼の家は金持ちで、自室には最新のゲーム機が全部揃ってる。あの映画はマイナーで今ではなかなか手に入らないんだ。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで妙に気になってる。芝君は少しお調子者だけど、映画や特撮の話もできる気の合う友人だ。ごめん、僕行けないよ。このプリントを先生のところへ持っていかないと。なんだよ、しょうがねえな。何はともあれ網口だ。俺は先に学食へ行く。カバン持ってけ、後で学食来いよ。失礼します。先生いないのか。